クラフト&ゲームアトリエ造形の王様。さて、それでは今回は雑談会です。この1月の間、まあ、もう2月ですけども、先月1ヶ月の間に、投稿したもの、それから今後投稿したい、動画等作品など一回まとめようかなと思って、今回は雑談、そうですね、雑談内容としては、まあ、ゲームどんなんするとか、作品どんなん作るとか、それから、僕は100円でクレジットを止められた話をね、先ほどまで止まっていたので、それもね含めていろいろしていきたいなと思ってます。ということで、まずはまあ画面向かって左側が、先月1月に配信した動画になります。もうね、長いから古くから見てくれてはる方からしたら驚きはないかと思いますが、先月1ヶ月の間に60本の動画を投稿しました。減りましたね。だいたい150ぐらいやったっけ。1日5本でしたから150本で、ピーク時は1日10から20とかやってたから、1回20本投稿して止められたことあったかな、 YouTube 側からね。あれもなんか登録者数に付随するみたいで、結構その限度決まりないみたいなんですけど、まあだから自分としてはこう密度濃くペース落としてるつもりですけど、やっぱ不安やったかな。1月あんまりいろんなことできてないなと思って。で、1月の投稿なんですけど、こちら色分けしてます。青色が、視聴者がいる配信で、黄色が新実況、オレンジがレトロゲーム実況となってます。先にそうやね、まあ、もしもあんまりつながりなく聞いてくれてる方がいたとしたら、登録者数3万人うち達成してるんですけど、視聴数めっちゃ少ないです。で、理由がどうやってこれだけ増えたかっていうと、おそらく、バラバラの配信をしたので、ポケスリはポケスリ、パリアはパリア、プレキューバーサスはプレキューバーサス、作品は作品っていう風にそれぞれに、視聴者さんがいて交わることはないんですよね。で、それぞれが一部暴徒化してもうブロックするしかなくなった人もいましたけど、バーサスだけ配信しろよとか、レトロゲームだけ配信しろよとか、いろんな圧を受けながら、雑多に配信をして結果登録者数が増えたというのがうちの配信なんですけど、ポケスリー、パリア、バーサス、まあ正直そうですね、ポケスリーはやっぱ見てくれる人多いから、でパリアも実は多いんですけど、パリア、まあどっちも一緒かな、この二つも頭打ちなんですよね。ゲーム実況的にもやれることが減ってきてるし、で、そのゲーム内容も進まないんで、ポケスリ、パリア、まあポケスリなんかはある意味進まないこと前提の動画やからめちゃくちゃ強いかもしれない。このジャンルで視聴数が出てる人たちっていうのは、うちはやっぱり5軍ぐらいかな。1軍の人たちはめちゃくちゃ回るからね。だからまあちょっとそこがもう一度そういう風になってしまうと戻るの難しいんですよね。プレキューバーサスなんかはうちも一軍にいた時代があったから、未だにやっぱりバーサスを投稿すると YouTube からのおすすめ回数が桁違いなんですよね。ポケスリとかの何倍も5万インプレッションとか出てたんで、1本で。でも視聴数600回やったから、まあYouTube 的にはおすすめしてくれてるけど、もう見てくれる人はいないみたいな状態、うちの配信をねっていう状態になってて、まあやっぱ見てくれる人がいない配信はうちはあまりしないというのは最初から言ってるので、あくまで宣伝をかけたチャンネル収益も欲しいし、なのでまあさすがやっぱりちょっと今入れにくいところ、それからポケスリパリアに関してこうやれることが減りつつあるのは確かかな。ポケスリはまあ近況報告会ですよね、毎回ね。パリアはやっぱちょっと難しなってきた、だんだんと後半、今現在のね後半になって、みんなやっぱ有識者の人が教えてくれるけど、これパリアって素材集めのゲームでいいかな、なんですけど、素材集めの中でレアな素材がなかなか手に入らなかったんです。で、ゲーム内時間で12時、まあ、1時間にで一周回るんで、1時間に1回そのレアな素材が湧く
ことがあるっていう風に教えてもらったんで、それをちょっと試しにやってみたんですけど、12時ちょうどにレアな素材が湧く。で、それをまあ5分以内に見つける。12時10分にはその素材はもうなくなってます。もう有識者たちが、めちゃくちゃもうポイントここっていうの分かってるから、だってエーペックスも一時期円の収縮どこになるか知ってる人おったもんね。このパターンやったらこっちやとかね。まさにそんな感じでパリアもどこに湧くかを全部パターン覚えてる人たちがいるから、もう12時10分はもう間違いなくなくなってるかな。15分まで持たないですね。12時10分にはもうなくなるから、1時間待って1本も取れないとか、もう先取られちゃってるみたいな状態が続いてて、ちょっとそんな窮屈なゲームないわって思い始めてるんですよね。まあこれは今後どんどん、解放されていくと思うんですけど、現状だからやっぱりちょっと手詰まりですね。最初言ったみたいな状態。まあ主力3本がきっついねんな。まあポケスリーあくまで安定してるけど、もうこれが2軍1軍に上がれるチャンネルになるかっていうと多分難しいかな。一撃何か珍しいことができたらいいけど、逆にバーサスなんかでも、おすすめに上げてもらえるけど、昔と比べればやっぱそれでも一軍ではないもんね。ないよな。まあ、作品は安定してますよ。本当に。ありがたいことにたくさんの人が見てくれて、ただこれが動画となったら怖い。ショートやから見てもらえるけど、動画としてはあんまり上げてないかな。回らないことがほとんどですからね。で、まあ、何悩んでるかというと、まあ、そこもそうやけど、3つが、まだまだ。で、これ、さ、まあ、配信だけで考えると、そもそもこれ3つとも分母が少ないんですよね。視聴者数がね。まあ、ポケスリなんかは何万再生いってる人いるけど、でも何万って、一番トップの人が1万再生、2万再生のコンテンツって多分きついんですよね。だって、なんやろ、まあ、専業 YouTuber を目指すのか、副業 YouTuber を目指すのか、好きなことをやるのか。で、全員が好きなことをやるって YouTuber の人言うんですけど、好きなことを配信できたらいい、実はこれを伝えたいからって言うけど、実際にはいますからね、それやってる人たち、他に絶対何十人何百人と。だから別にその人がやる必要はなくて、やっぱりちょっと副収入として良くなったりとか、メインの収益としてもうそれで食べていけるとか、その中で知り合いができて人気配信者になってとかっていう風に思い始めたらちょっと弱いよね。で、まあちょっとそれなんで急にこんな言ってるかっていうと、今回から入れたい配信っていうのが右側に書いてます。で、まあさっきちょっと左側この1ヶ月を振り返ると、ポケスリは見てもらえたかな。ポケスリパリアバーサスもまあ言うて何やろ、数百見てもらえれば見てもらえてると思うので、で、アンパッキングも回った方かな。だいぶね、うちとしては、今はもうほんまに登録者数5000人、1万人とかでも、視聴回数、どれぐらい、50回前後、50回いかないとかっていう人もたくさん出てきてるから、まあ、それだけ淘汰され始めてるから、数百回ってくれたらアンパッキングなんか回った方ですよね。レゴフォートナイトもこれはなんか硬いですね。まあそれは私の力じゃないから。キラボシというね、天才がいますから。まあこれは完全無許可でコラボしてますけど。毎回ね、面白いんですけど、キラボシさんって何も知らずに呼ばれて勝手に動画にされてるんですよね。うちのチャンネルにね。だから、一回一緒にゲームしてて、だいぶ経ってから、これライブ配信なんですかみたいな。あ、今日ライブ配信やったんや、とかしょっちゅう。あったんですけど、まあ、今回もレゴフォートナイトキラボシさんとのこれやりたいんですけど、実は前回撮影した時に2人で無言で1時間半ぐらい作業しているところがあって、これはこれで動画にしたいなとか思ってストックが残ってるので、撮影1回したっきり1月にやってないですね。またもうお願いしたらすぐ OK してくれる人やから、僕は絶対やりませんっていうのはありえないかな。キラボシさんはね、爽やかな人やから、キラボシパワーでレゴフォートナイト。これが結構地に足ついた配信ではありましたけど、これいいですよ。もし誰か初めての方見ていただいたら、キラボシさんのチャンネルを見てもらった方がいいかもしれないけど、声ですよ。マイクとかも特殊なん使わんとね、ヘッドセットとか使ってる時でも声綺麗からね。
で、野球部物語スチーム、実はこの1月はね、めちゃくちゃゲームしてました。野球部物語と2つ下にあるワールドベースボールリーグスチーム、どちらも、50時間以上ですね、プレイしてたかなと思うんですけど、これはゲー出るぐらい回らんかったんちゃうかな。ゲームとしては面白かったですね。野球物語、ベースボール、リーグの2つはすごい楽しかったかな。まあ、野球にちょっと偏ったんですけど。で、真ん中自作アプリ造形クエストオリジナルですね。これは押していきたい。僕これ、楽しいなと思ってて、ただちょっとかなり今忙しくなってしまってるんで、忙しいというか気持ちが折れてんのかな。ここ最近の中、ここ3年間の中でも最悪に今、良くない状態かな。なので、僕忘れ物したりとかね、その今回のクレジット止まったりとかもそうですけど、そんなことがまずありえない性格だったので、だいぶちょっとガタガタになりつつある。その辺でちょっとコラボもお願いしても、なんか、失礼があってもなぁと思ってるんですけど、自作造形アプリクエスト、自作アプリ造形クエストね。これはね、本当に、いいっすよ。なんか、うちらしい感じはしてる。で、ネタバレが激しすぎる RPG PC 版ですね。これ面白かった。ゲーム自体が、あっという間に1日でクリアしたかな。すごいなって感心した。いろいろワードセンスもそうやし、珍しい実況をしました。喋らない。今は実況者ってなんか、ほとんどの人がフットボールアワーのことみたいな、なんか僕だけ私だけのワードセンスで突っ込むんだみたいなのがすっごい多い。もうそうしてね、個性出していかなあかんから、こうゲーム実況っていうのはもう間、ゲームの間でいらんことばっかり喋るんですけど、これはあまりにもこのものが面白かったから、喋らんといてみようと思って、基本、まあフルボイスやったしね。何も喋らないっていうのをしました。ずるいスタンスやけどね。人気女性配信者がやる、撮るスタンスやね。そうなんだ、可愛いとか言うてるだけの、誰かわかんないですけど。そしたらもうクリアおめでとう、投げ銭投げ銭みたいな。何の話やっけ、ネタバレが激しすぎる RPG ね。これは面白かったです。ただまあ、やっぱり配信としては回らないですよね。アプリクエストネタバレ激しすぎるは、そうやな。その、ネタバレが激しすぎるに関してはめちゃくちゃええけど、やっぱりその、ポケモンとかと比べたら、そもそもの探してる分母がね、違うから、まあ8番出口とかもそうやし、これからいろんな配信者さんたちが取り上げてどんどん広がっていくんかなって、ここ、これ3部作らしくて、1部2部もすごい人気やったらしいんで、まあ普通よりははるかにね、これ個人で作ってはるらしいんですよね。すごかった。ネタバレ面白かったかな。アンパッキングも面白かったけど、ちょっと配信が下手でしたね、僕のね。それこそいらんこと喋りすぎてたかなっていう感じかな。面言の名探偵コナン呪われた航路に関しては、アンケート取るかどうか迷ってて、長いんよな、これ。これが、その面言から解放、一応全部クリアした時点で、本編でも見れるようにするつもりなんですけど、果たして見る人がいるのかなっていう、面言で人気ないんですよね。面言で人気ないっていうのがようわからんけど。レトロゲーム先月か、1月配信できてないから、レトロゲームの目玉として名探偵コナンを出したいんですけど、だいたいまあこういうゲーム実況、レトロゲーム特にそうですけど、シャープ4とか5ぐらいからやっと配信が温まってくる感じかな。最初からはやっぱり、このゲーム自体が何を見せたいのかっていうところがわからないから、ふわふわした配信になってしまうんですけど、だから 1,2 を一旦解放して様子見るのもありやけど、 1,2 の配信やっぱり、なんていうの、シャープ3、シャープ4まで見てもらわんと分かってこへんところもあるからね。名探偵コナンだからもうあんま見えへんやったらもう最後までやらんでもいいかなって、ちょっと打ち切りもありかな。あと3つ3本ぐらいかな。2時間ぐらい配信で撮影編集やから、まあそうですね、1日いや2日ぐらいかかるかな。撮影編集びっしり2日寝ずに分ぐらいかな。
エヴァコラボ、これはそうですね、僕の撮影の仕方が悪かったかなと思うけど、まあまあ周りはしたんですけど、ものがねだいぶ良かったですね。すごく塗装の仕方も珍しい塗装ができて、まあ、割に反響は少ない方だったかなって、エヴァという強いカードの割にはねとは思ってて、で、旅とインゴと配信者、この辺全部一緒ですね。販売用、試作、ストリーマー、この辺用作ってて、販売に向けてっていうことでやってたんですけど、一旦、1月、ちょっと途中から忙しくなったんで、一度ちょっとこれリセットかけました。で、ギノゴリンバッジね、これ、部屋の掃除したら出てきたんですけど、これ持ってる人ほとんどおらんと思うねんけどな、どれぐらいやろう。技能五輪バッジって、あ、そうか、出場した人だけか。だから、1年間に100枚か。100枚あるかない、100個あるかどうかぐらいなんで、技能五輪バッジ。すごく珍しいものなんですけど、まあ僕も1個なくしてるんで、偉そうなこと言えない。どっかやっちゃった。ケースもないし。これ珍しいから載せてみたけど、これ回らなかったですね。やっぱ所詮その程度かなって、もう60年ぐらいやってんのかな、やってる大会なんですけどね。やっぱりまだまだ、広める必要もないし、このまま風化させて消してしまえばいいかなと思うんですけど、まあ、頑張ってる子たちだけは助けてあげてほしいですけどね。という、まあ1ヶ月、そうやね。まあまあ、いろいろやってはいるな。4週間しかないですからね。4週間の中では、だいぶ詰めれた方かなと思ってるけど、実際昔もっともっとのペースでやってきてたから、登録者数1000人いった時とか異常でしたからね。で、やってみたい。まあ、上はやらなければならないものですね。右側。販売用作品14種類。なんか結果的に14種類になりそうなんですけど、これの準備。これはまあ、これはやらなあかんことなんやけど、やらなあかんことやけど、めんどくさい。プリンター壊れたから、販売開始しても、なんかあるじゃないですか。領収書とかあんなの印刷もプリンターいるなーとか思って、でもプリンター新しいの買おうと思ったら壊れたやつ捨てなあかんな、捨てるってなったらゴミのシールもらってきてコンビニで払ってせなあかんなーとかいろいろ考えてたらやる気なくなってきてまあ作品のネタ自体はねだいぶ固まってきてはいるんで、作品販売がまあまあ2月、ちょっとさすがに14種類2月一旦は作れると思うけど、詰めるとこまでいけるかどうかですね。で、ポケスリ配信、パリア、バーサス。バーサスは一応入れてるけど、もう、なんやろ、バーサス勢みんな分かってはくれると思うけど、もう、社内をね、やれることがなくなってる。本当に、まあ、ちょっと、大きめのアップデートもあったから、変化があるかと思ったんですけど、実際ちょっと内容としては、やっぱ変わらず、強い人が強い。だけなんで、ちょっとここは難しいとこかな。で、名探偵コナンね、一応まあ2月中に終わらせるかっていう感じで思ってると。そして、今後やりたい配信を下にざっと載せてます。これがまあ今回の一番メインやったんやけど、キングダムラッシュフロンティアっていうゲームがもうだいぶ前、5年ぐらい前に発売されてて、スイッチ、スチーム、PS4 あんのかな、ちょっとわからないけど、スイッチでね300円だったんですよ。セールかかってて、スチームでも今500円。これ買った日の晩にスチームで500円になったんよ。見た時はスイッチで300円、スチームで900円だったんですよ。じゃあもう300円やなと思って買ったけど、スチームで300円で今400円で売られてるから、そっちさんもスチームの方が良かったんやけど、まあ久々のスイッチね。ノンキングダムラッシュフロンティアってパワーディフェンスはあれか、バスケみたいなタワーディフェンス型ゲームね。これはまあ僕もともと好きなタイプのゲームなんで、ちょっとやろうかなと思ってて、まあ今日ぐらい撮影してもいいけどね。で、問題はしたかな、ポケモン SV ランクマ、パワープロランクマっていうのを実は入れてみてて、というのも、まあアプリゲーム実況、それからレトロゲーム実況で、まあ作品動画がうちの主ですけど、そういう中で一つ毛色としてないのが、挑戦企画というかね、こう、
淡々とどれもやってるだけやから、そうじゃなくてこう上を目指すような企画っていうのをやってみようかなと、まあ、バーさせてもできるけど、それを考えてて、でその中で候補に上がったのがポケモンで、ポケモンやるとか解説動画とか見ながら、ポケモン SV のランクマッチってどれぐらい難しいんかなって、実はやったことないんですよね、全然こういうもので。ポケモンは好きやから集めたり育てたりはしてるけど、ランクマには出てなくて、ちょっと前に1回参加したかな、試しに 1,2 試合やったけど、これどうしようかなと思って解説動画を見てたら、めっちゃ楽しそうにやってはるんですよ、その解説を。いや、このポケモンの時はこれだろう、あれだろう、うわ、違うかったとかいろいろやってて、それを僕ができるかっていうと、パワープロかフィファのランクマッチであれば同じだけの熱量でやれるなと思ってパワープロも入れたんですね。で、なんでフィファを入れなかったかって、フィファとプロ野球バーサスを入れなかった理由としては、これどちらも課金なんで、結局やっぱ最後お金の強さが出てきてしまうから、そこはやっぱりそれがないパワープロとポケモンでやろうかなということで、パワープロのランクマをやってみました。昨日結構長い時間やってみて、ほぼ全部負けたんですけど、なんかね、勝ったり負けたりするゲームやなって昔から思ってて、実際まあどれも僅差なんですよね。で、内角高めと低めのストレートを投げてくるだけのゲームになってて、いかに若く反応できるかみたいな、ゲーム性としてちょっとしんどい。バーサスとかの読み合い的な要素も多少欠片はあるかもしれないけど、基本まあ反応速度の戦いであることと、ランク上位の人ね、かなり上位の方と対戦して、接戦だったんですよね。ヒット僕が9本打って、相手の方が7本かなんかで、最後2点差で僕負けたんですけど、やっぱ勝ったり負けたりするんですよね、ランクマって。当たり前やけど、麻雀とかハマってた時もそうやけど、なんか勝ったり負けたりするの嫌やなって。どんどん勝てるようになっていく、こう達成感が欲しいから。で、その勝ち負けが楽しめたらいいけど、欲しい結論だけ、まず勝ち負け楽しめるのは多分やり込んだらできるようになってくると思うけど、結論だけ言うと、結局まあ自分の作品見てもらうためにうちのチャンネルはあるから、注目度が欲しいんですよね。で、パワープロランキング上位の方と対戦して、で、一部まあ皆さん配信されてたんですけど、ほぼ誰も見てない。だから、例えばパワープロランク1位になっても、多分あまり意味がないので、やっぱこれは一人で楽しむゲームなのかなっていうところで、ランクマが今ちょっと薄いかな。パワープロは、まあ上位目指すことは十分可能ですね。ユーザーがいないから。ですけど、真剣、どっちが面白いんかな、気持ち入れて真剣勝負できんのは、今現在ならパワープロ。でもポケモンも勉強していけば、これ追い関係ないから、その反応速度とかないから、やっぱり知識の、まあそうやな、でも、オセロ昔やってたけど、ハンターハンターのめちゃくちゃ頭いいやつおるからな、たまにな。そこまで、そんななんて先読んでたんみたいなのもあるから、まあそこを楽しむのがポケモンかなとも思うし、ちょっと悩んでるところ、この辺を入れてみよう。一個その挑戦企画的なものもね、これじゃなくて全然いいけどね、その見てくれる人が応援しても、見てくれる人に応援してもらえるような挑戦ものを何かね、ランク的なのをやるのもありかなっていうところと、オレンジたくさん入れてます。レトロゲームがちょっと最近できてないので、どれかやろうかなと思ってて、スーパーロボット対戦 J、 これはゲームボーイアドバンスのソフトです。スーパーロボット対戦もザ・スーパーロボット対戦っていう感じのやつなんですけど、これね、ちょっと見てると他のスーパーロボット違って BGM 流れないんですよ。で、音声も入ってない、声優さんの声も入ってないから、多分著作権引っかからないんですよね、スーパーロボね。まあ映像的な部分でから、まあまあなんとかなるかなと思うんですけど、スーパーロボが、まあ高カロリーですよね。で、ナイトガンダム物語、これはちょっと僕手元になかったんですけど、カード、カーガで、こういう、カード出すの、ゲーム版らしくて、ナイトガンダム物語の中に、実際にカードが登場するんですよね。で、カード出すガチャを引くみたいな、あともう大昔ですから、30年ぐらい前でやってるのソフトなんですけど、これをまあ、ガチャを引きながら、
レアガチャ引きましたみたいなサムネで、毎回ちょっとサムネが楽しいかなと思って、ナイトガンダム物語、そしてドラゴンボール Z2 激震フリーザー、こちらもまあ20年以上前のゲームかなと思うんですけど、ファミコンですね。これはうちのチャンネルドラゴンボール Z を昔配信してて、まあ、めっちゃ下手な配信してますけど、これ回ってるんですよね。うちはドラゴンボール Z、それからポケモン図鑑とか、何かな、ハイパーオリンピック稲賀の、それからダビスタかな、なんかが異常に回ってるので、その辺考えるとドラゴンボール Z2 もちょっと挑戦してみたい、それから面白かったんでね、これはずっと頭にあるものかなと思って、その下がモンスターレース2、こちらもモンスターレース1をうち配信して楽しかったので、2、実はね、なんか登録者の方にもね、モンスターレース2見たいって言ってくれてる方がいて、ガチ勢がいるんですよね。だからちょっとモンスターレース2もありかな。そして下がファイナルファンタジー10でやってるかな、またちょっと期間とわからんのですけど、ファイナルファンタジー多分僕どれも通ってはいるんやけどクリアしてないんで、どれがどれか分からへんけど、なんかみんなおすすめは10やんって言ってたような気がするけど、要はレトロゲームに関してはちょっと重めのやつをやりたいなと思ってます。どれもね、結構100時間以上はかか、まあ、ざっと50から100時間ぐらいかかるゲームばっかりかなと思うんですけど、まあまあ野球部物語だったりとか、ワールドベースボールリーグとか、80時間、70時間かな、かけたのを考えれば結構できなくはないし、重めのゲームのチャレンジはしていこうと思うんですよね。めんどくさいのよ。撮影編集やらいろいろ絡むのもあるし、単にそのゲーム自体もめんどくさいんやけど、その面白いよ、面白いのは分かってんのよ。その上でもうおじさんしんどいん、でもそのしんどいのをこうやってくれるから見るわけであって、だからまあちょっとこの辺をチャレンジしてみるのもありかなとかっていうのが現状かな。そうそう、だから最初にちょっとポケスリパリアの話の時に、バーサスか。で、分母がどうのこうのって話したんですけど、やっぱり、ポケモン SV のランク間とかになってくると、分母はすごい大きいからね。だから、ランキング100位だろうが、1000位だろうが、見てもらえる可能性はあるのかなっていう気はしてて、何しょ。でクレジットの話もそろそろしときたいんですけど、ポケモンのランクもやろうと思ったらクレジット切れてるって言われて、切れてなかったんですよ、もちろん切れてなかったんやけど、任天堂オンラインの方で、任天堂オンラインが切れてたんかな、で契約更新してくださいって自動更新にしてたのに、なんかオンライン側で変わったのかもしれないけど、で、あ、更新しようと思って更新ボタン押したけど、ダメだったんですよ。で、何度か試したけど、クレジット会社に連絡してくださいみたいなの出たから、で、クレジットの管理画面あるでしょ？マイページみたいなところに飛んだら、そこに、不明な引き落としがありましたっていう風に出てたんですよ。だから、一旦保留にしてますみたいな画面に飛んで、で、あ、これちょうどその2400円かな？ってなってて、あ、これはちょうど今オンライン、任天堂オンライン申し込んでキャンセルされたやつやなと思ったから、確か書き方ですけど、不明なものがありました、心当たりはありますかみたいな書かれ方なんですよ。で、あるないの2つにどちらかにチェックつけるだけなんですけど、2400円、あ、任天堂やなと思ってあるって押したんですよ。でその後に5分後ぐらいになんか100円ってあったんですよ、引き落としが100円ってあったので、であれってどこからの引き落としかは載ってないんですね。加盟店とか書かれてるだけで、何か分からへんから2400円分かるけど100円は分からんなと思って心当たりないって押したんです。そしたら不正利用されてる可能性があるのでカードを停止しますってなって、あれ？カード停止しますってなったぞって、その100円を知らないに押した途端に、あ、押して決定ボタンを押したからね。で、そっから調べたんですけど、復帰する方法がないの。例えば、落としたから停止をかけるとか、いろいろなんか
カードを止める理由ってあるけど、不正利用に関してはもう完全にカード使用停止になるから、そっから自分でどないもできないんですよ。あれ何もできひんと思って、どのページどの管理ページ飛んでも触れなくて、でネットで検索するとカードの停止に関しては、もう完全に番号を変える状態変えて1ヶ月後に、あ、1週間後に、再発行されますと。で、言うたらこの1週間はカード停止状態になりますというふうに出てくるんですよ。で、それはあのカード会社の説明にも載ってるし、ウィキとかあんなんで調べても出てくるんですけど、カード停止はもうどうにもならない、再発行してくださいってなってて、で、それが夜中やったから何もできなくなって、そのポケモン SV もできないんですよ。もう繋ぐことができなくなって、これ1週間から約10日やったかな、10日カード止まったら、僕カード1本しか持ってないから、いろんな引き落としやばいぞって、そのアマゾンとかあるじゃないですか、いろいろ やばいぞって思って、で、まあ朝一でね、今日電話かけたら、あ、間違いだったら大丈夫ですって言われて、すぐ再開してもらえたの。あ、なんやって思うでしょ。でもめちゃくちゃ怖かったよ、マジで。いや、これ止まったらバリだるいやんって、全部に連絡せなあかんやん。しかもそのカードを、クレジットカードじゃないと、まあ、例えばメルカリとかね、アナも多分そうやけど、登録できないところもあるから、クレジット作らなあかんやん、また。めちゃくちゃめんどくさいやん、そんな。うわ、どうめだるーって。その100円のためにね、なんかわからん100円やったから停止したんやけど、一応でもそれはあの、カード会社連絡したら、どちらも任天堂ですよって言ったから、任天堂の何かしら100円買ってないけどね、100円ってないから、なんか体験版的なものを押してしまったのかなと思うけど、焦った。そう、それがそのクレジットカードの話なんですけど、新最近でもこんな多いねんな。そう、それとうちの配信について、たまに言ってくれはる方がいて、聞きやすいですよって、ゆっくり聞けるって、それはバーサスの時もポケシの時も言ってくれる人たちがいたけど、逆にやっぱコメント欄ってどっちかっていうと称賛とか褒めたりとかっていう書き込み少ない、みんなどうか分からへんけど、やっぱこう批判的なのとか、解説か批判かみたいな、どっちかが多いんですよね。投稿ありがとうとか言ってもらえるのって珍しくて、で、やっぱ書き込まれるのは悪いところ書き込まれるから、長いとか、だらだら喋んなとか、無駄が多いみたいなことを書き込まれたんですけど、で、僕自身もその喋る、よく喋るからね。だから、いつも反省してたんやけど、全然お前らよそ見てんのかって思った。ポケモン SV とパワープロね、今回ランクマやんのに、自分がやる前にちょっといっぺんいろんな人の解説とか見ようと思って。バリだるいで、みんな喋ってんの。めちゃくちゃだるい。もう、同じことばっかり言ってる人もいれば、もう本文に入らない。その、本題ね。本題に入っていかない。普段どうしてんねんっていうぐらい説明下手やし、長いし、20分聞いて結局何やったみたいな。これはね、プロスピの配信者に多かったんですよ。要は時間稼ぎをする。もう時間を稼ぎたいから、全然最後まで何にもないまま行くみたいなのがあって、だるーって思う。もうポケモンの配信めちゃくちゃだるかった。もう SV の解説だから、あの解説の解説の解説みたいなしてる人たちって、でよくね、詳しくは他の方の概要欄見て、概要欄に載ってる他の方見てくださいとかってしてくれてるけど、それぐらいの方がマシ。ピックアップして、ピックアップして、もう切り抜きみたいになってる配信の方が、もう本編の、まあ、マジでポケモンって、しかも言葉遣いももう、パワープロプロスピとかと比べても、もうはるかにきついポケモンの人気配信って、まあ、人気かどうかが検索の上位に上がってくる人たちって、言葉がきつい、もう聞いてられん。結構、僕ら世代やからね、もう40前後とかのおじさんおばさんが多いと、まあおばさんは見たことなかったけど、男の人ばっかりやったけど、言葉きついし、もう、まあまあ、真剣にやってるからの敵なのかもしれないけど、解説になってないから、全然うちの方が簡潔に喋ってる。ほんまに。あれでした、福利厚生とかもうち喋りますけど、全然ためになること喋るから。
マジでもうなんかその話の繰り返しいるみたいなのが多かった。まあまあ悪口です。だからよそ見てこいって思った。そのたまにコメント欄に書き込まれる悪口ね、もう本当に。まあまあ一回書いてくれたらブロックするからいいんですけど、にしてもそうね、ダラダラ行くなーって。火星うちはどうかな。まあまああんまり短い動画になってきたらやっぱり8分10分にはしないといけないから、ある程度間を持たせることはあるけど、雑談や言うてる時もあるしね。もう今回なんか特に雑談ですけど、あんな感じで、そううちさ、ちょっと解説っぽいサムネ作るじゃないですか。ポケ3とかバーサスとかもそうやけど、解説っぽいサムネで、で中身なんやっていうと、まあその雑談してる、今回のってこうなんかな、ああなんかな、みたいな確定じゃないことをね、だらだら喋ったりするけど、全然、なんて言えばいいの？非常にこう、こうどうかな、コスパのいい形で提供できてると思いますよ。ひどかったわよ、その、もう。だでもその中に潜って、あの、真剣やから。口悪いし、内容あれやけど、みんな真剣やから、その、どうやってそのゲームで上位を取るか、みたいな解説をされてて、それ感心したけど、とにかくそのタイトルの配信全部見るって。で、特に、あの、なんていうの、こう、編集だったら手を加えられたりとかもあるから、本気やったらもうライブのやつでも全部流すって言ってて、すごいよな。なんかそれは感心した。なんかそこまでどっぷりなんやって。逆に考えれば、逆にまあやらしいけど、ね、ものすごい汚い考え方をしたら、そういう見方をしてくれる人もいるから、中身なくてもタイトルつけて投稿しといたら流して聞いてもらえるっていうことはあり得るわけよね。だからそこはほんま気ぃつけなあかんけど、うちなんかでもバーサスってつけるだけで多分見てくれてる人、ポケ3ってつけるだけで見てくれてる人がいるから、マジでこの時間無駄やったなーって思われんようにはね、その有益な情報を出すってことは無理よ。それはだって海外サイトを見てる人たちに勝てるわけないから。あと、そう、最近あのポケ3界隈の配信者の方、まあ僕一方的に知り合ったつもりではいるけど、配信させてもらったりとかしてて、まあよう勉強してはるんよね。だから偉いなと思って、その、アプリの更新情報を見ないんですよね。ほぼ見ない。あの文字だけの時、一応こう、タイトル絵みたいなのがあって、バレンタインイベントやりますとかやったら、ちょっとクリックしたり、そのサムネだけは見たりするけど、アプリ情報 1.0 何々、今回はこれとこれとこれにアップデートが、みたいなやつは、もう見て、もう、ほんまに邪魔やと思って飛ばしてるから、解説動画としては成立しないですよね。そこは矛盾はあるけど、それでもマシやと思う、マジで。うん、人、もう本当に、もうイラッとしたポケモンの解説。なんであんな言葉遣いな、みんな。もうちょっとな、まあ、同じ話繰り返してるわ。ということで、何やろうかな。これ以外でも全然何でもいいんですけどね。あの、要はまあ、レトロゲームの厚みだったり、それから真剣勝負ものだったりを入れていきたいなっていうところ。作品に関してはまあまあ出来上がって動画にすれば見てもらえ、見てほしい、盛り上げてほしいけどね、作品に関しては。やっぱりちょっとそれは各ゲームの中でも、みんなとのその関係値というかね、みんなにこう作品真剣なんやでっていうのを知ってもらって、こう盛り上げてもらえるようにはねしていきたいなとは思うんですけど、まあ、あともう一個やりたいのはウィニングポスト。うん、もうめちゃくちゃ名馬一回育ててみたいなとは思って、もう一回一頭でいいから。あーでもそっちよりもあれかな、全アンロック、その全部の要素をね、100% 全部出し切りたいかな。海外挑戦とかいろいろ多分あると思うんで、全部の要素を出し切るっていうのを、ウィニングポストあんまりもう大昔にやったきりやから、勝ったけどやってないんで、ウィニングポストなり、ちょっとどれか選んで、今月はやりきりたい。それをまあ、名探偵コナンを終わらして、名探偵コナンを今月本編に流して、で、また、メンゲンの方で、ドラゴンボール Z とかにするか、
もう同時進行で、本編はドラゴンボール、メインゲームはモンスターレースとかにするか、この辺も、そうな、考えもんやな。そんなとこですかね、2月。うまくいけば、ほんとちょっと私生活がくっちゃくちゃなんで、何がちょっとどうなっていくかわからないから、それ次第ではあるんですけどね。一番は、あれよ、ストグラ呼ばれたいわ。出たい、ストグラ。もう見すぎ、ストグラを、私。誰かいないですか？つてはないですか？一回なんか応募するみたいなのあったから応募してみたいけどね。もう全く、連絡もないからあかんねやろな、ストグラ。楽しそうやけどな。でもあれ入って、もう悪く考えるとね、あんだけ注目度がある世界に入って誰にも見てもらえんかった時も悲しいもんな。悲しい。事務所所属とかも多分うちの登録者数やったら、ちゃんと対応してくれるとこやったらちゃんと対応してくれるから、席置いたりとかは可能なところもあるとは思うんですね。もう今すごい数百って多分会社あるから。でもね、それなりのとこに席置かしてもらって回らんかった時に悲しいって。なんかこう個人でやって全然回れへんやんって言ってるままに行きたい気はするかな。まあまあ、2月、パリやな、きついかな。まあまあ、きついなっていうのを抱えつつも、新しいことも挑戦していきたいし、当然まあ、きついっていうのは嫌だって意味じゃなくて、それだけ真剣やったからこそ、バーサスもパリアもポケスリも大変なので、まあここが、ね、本当にこう、一撃出せるような配信っていうのはしていきたいし、見てくれる人がいるからね、めちゃくちゃでかい。一人ですらいてくれりゃなんとかなるよ。ほんま見てもらうっていうのは難しい。登録者数一人だって増やす方法わからんし、高評価1なんかもっとわからんし。ほんと難しい世界やけど、まあまあ、あくまでもね、専業造形 YouTuber を目指してね、頑張っていきたいなと思います。長く喋った気がするね。もう一回編集いるかな？このまま行こうかな。では、ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。アトリエ造形の王様ではたくさんのジャンルの動画を日々投稿しています。ゲーム実況、工房のグッズや作品紹介、配信者さんとのコラボ実況、ガンプラリペイント動画、技能検定、技能五輪解説、レトロゲーム実況、イラスト動画、ラジオ動画、ガチャ動画、個展の様子など人気作家になりたくて必死にあがいています。どれか一つでも興味を持っていただけたらぜひチャンネル登録よろしくお願いします。きっと興味のないジャンルの動画もたくさん上がります。それぞれ再生リストから見やすくしているので、登録後は通知を切っていただいて忘れるギリギリ寸前ぐらいにまた見ていただけたら嬉しいです。それぞれが見たい時に見たいもの。